はい、本日なんですけど、今日も家のものを手放していきます。最近も自分の持ち物を手放していく動画たくさんやっているんだけど、探せば探すほどまだまだありますね。今日もありそうなのでやっていきます。僕はミニマリストとして持ち物は少なく持って部屋はすっきりしているんだけど、それでもまだまだ手放すものがあります。今日は細かいものから忘れていたものまで幅広くやっていきたいと思います。ミニマリストの僕が片付けるお手本を見せますんで、ぜひ最後まで見て片付けのきっかけにしてください。それでは早速手放すものを探しに行ってきます。行きますよ、レッツゴー。行きます。早速やっていきます。はい、こちら電球ですね。こういうのって捨てるの後回しにしちゃうんですよね。ちょっとそのままにしてました。これは早急に捨てていきます。はいはい、こちら電池ですね。電池もいっぱいありました。捨てなきゃいけないもの、電池。僕はフェイクキャンドルとか IKEA のセンサーライトとかね使っているんで、結構電池使うんですけど、なんか少ない量で捨てるのもどうかなと思って、ちょっと貯めて持ってしまっていました。これは本当無駄、早急に捨てていきます。ダメね、皆さん持ってないかな。それからこちら、ジャラジャラしてるこちら、ミニカーテンとかやろうとしたのかな。突っ張り棒に引っ掛けてここに布を挟む。僕は前に3段のカーラーボックスに隠しのカーテンをつけようとしたことがあります。多分その時のです。もうああいう収納も捨てたんでね、完全に不用品です。でもいつか使うだろうとして持ってました。こちらも捨てていきます。はい、あとこういうアロマオイルの瓶ね、なんとなくそのままにしてました。多分少しは入ってるんだろうけど、これも早急に捨てますね。皆さんもないかな。こちらアップルウォッチのカバーです。アップルウォッチを売ったのでもう捨てます。はい、売ったものの付属品を取っとくっていうね、それは良くない。はい、こちらワイヤレス充電器ですね。こちらもね、あんまり使わない、わざわざ置いて充電しなくてもいいかなと思ってしまったので、とりあえずこれはお店の方に持ってこうかな。はい、こちら PSP ゲーム機ですね。もう全然やらないですよね。充電器が壊れて純正のものじゃないから、前一回売りに行ったんだけど全然買い取ってもらえなくて残していました。これはフリマアプリに出すかちょっと検討ですね。ソフトも4枚あります。みんなのゴルフは PSP で映画見れるんだよね。ハリーポッターです。元ジュディ&マリーのユキさんのライブが見れるソフトもあるんだよね。でもこれでは全然見ないので手放していきます。はい、よく探したらこの100均で買ったクッションがありました。こちらも汚れているんで捨てていきます。はい、こちらネックレス。ネックレスってしますか。僕はね、あんまりもうしなくなっちゃった。ね、ちょっといかついよね。はい、こちらロザリオ、こういうのも流行りましたよね。まあこれもつけないかな。こちらは一応売るように持っていきます。はい、こちらブラスティって言って、温まって髪の毛のうねりとかを取ってくれる癖を取っていくブラシなんだけど、まあ使わないね。これはちょっとお母さんか妹に聞いてみようかな。必要だったらあげてもいいかな。とりあえず僕はもう手放します。はいはい、それからこちらね、ミッキーのね布。これ多分古着屋で買ったんだけど、デザインが可愛いんだよね。しかもね、すっごい大きいの。大きい。うわ、画面これだけになっちゃった。こちらも全然使っていないし、飾って置いとくのもね。30代の男がミッキー、これどうですか。すごいものを持ってた時は使ったんだけどね、おしゃれでいいんだけど、もういい年だし手放します。はい、こちらもありがとう。いいけどね。はい、こちらポスターなんだけど、額に入れて飾ってあるんだけど、こちらヘッドホンモンキーですね。ヘッドホンモンキー、こちらのポスターは自分が高校卒業して東京で一人暮らしをするときに購入したものなんだけど、もうだからもう15年ぐらい経ってるよね。自分の部屋が一回インテリアジャックっていうね雑誌に出たときにもこれは飾ってありました。昔からずっと持ってる思い出の品なんだけど、最近はね飾ることなくしまってずっと置いてました。なんか昔から持ってるものだし、捨てると運気が下がるみたいなこと思っちゃうんだけど、でもさすがに飾ってないのにずっと持ってるのはねあんまり良くないのでね、結構色あせたりね曲がっちゃったりしてるので、こちら今回を機に手放していきます。ありがとうモンキー。はい、次は本当に大物です。大きいものがありました。持ってきます、ゴー。はい、こちら映画シザーハンズのポスターです。ジョニーデップ。こちらめちゃめちゃでかいポスターなんだけど、こうやって厚紙に貼られてビニールで保護された状態で売ってたんですよね。この絵が好きなので飾って持っていたんだけど、最近では全然しまい込んでいました。本当に持ってるだけで飾ってもないので、ちょっと処分していこうかな。なんか売れる気もしないので、これも手放していきます。
かなり大きくてかさばるんでね、なんかちょっとレアっぽいけど手放していきます。今日はねそんなところです。いろいろ出ました。じゃあ出たものをもう一度見ていきましょう。ちょっと見えてるけど、GO! はい、こちらいっぱい出ました。電池ね、捨てなきゃです。電球捨てづらい、捨てます。ブラスティも手放していきます。はい、ゲームももうやりません。はい、ワイヤレス充電器使いません。はい、ネックレスつけません。はい、布かわいいけど年相応じゃありません。はい、ヘッドホンモンキーのポスター、思い出あるけど飾りません。はい、こちらの大きいシザーハンズのポスターももう飾りません。大きいだけ。はい、今日もこんなにたくさん手放すことができそうです。はい、スタジオにお返しします。いかがだったでしょうか。思い出がある品もありました。それでも使わずにね、持ってしまっているだけ。そういうものは潔く手放していかないといけないと思います。僕はいくら思い出だからといって使ってないのはさすがに無理。持っているだけは良くないと考えます。本当に今日悩んだものありましたけど、勇気を持って手放していきます。皆さんもぜひね、この動画をきっかけにして家のものを片付けていきましょう。勇気を持ってね。はい、今日の動画が参考になったよ、きっかけになったよと思ってくれた方はグッドボタンで教えてください。いつも評価本当にありがとうございます。これからも皆さんの役に立つ情報を発信するということを常に意識しながら動画を毎日投稿していきますんで、まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。応援してほしいです。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。